堀切千代美役の飯沼愛です。南博之役の柳生生です。ちょっとくださいそうですね、最初お話聞いた時はもう驚きがとにかく大きかったんですけど、今は何だろう、とにかく嬉しくて仕方ないと言いますか、なんか毎日幸せなんですよね。うん、そうなんだなんで一言違うんですか。いや、本当にそうですよ。でも本当にね、うん、素敵なキャストの皆さん、スタッフの皆さん、本当に、うん、優しい方ばかりで、こんなに幸せでいいのかってくらいなんか幸せで、うん、で1話先に見させていただいたんですけど、はいはいはい、見ました見ました見ました。でも3回見ました。おー、3回見た。なんか嬉しくて。あー、いや、でも嬉しいっすよね。嬉しい。うん、だからもうあと撮影がね、もう半分過ぎようとしているところなんですけど、もう今すでに寂しいです。あら、残りを思う存分楽しもうっていう気持ちでいっぱいです。うん、ものすごくやっぱり嬉しかったですし、あとやっぱこう、僕は最初その作品自体を知らなかったので、やっぱこう周りの人たちに最初聞いてみたんですよ。そしたらもう知らない人本当に一人もいなくて、それこそ僕のお母さんに言ってもおばあちゃんに言っても知ってるし、仕事のまあこう関係者の方々に聞いてもみんな知ってるんで、やっぱそれだけこうたくさん認知されてる作品だし、やっぱこう作品だけじゃなくて、すごい名だたる名プレイヤーの方々が演じてきたキャラクターを僕もその演じさせていただけるっていうことで、なんかすごいいい意味でこうプレッシャーというか、うん、なんかこう責任感っていうものが生まれましたし、あとグリーンバックでの撮影はこう結構初めてなことだったので、なんか不安というか、なんかどんなんなんだろうなっていうのもあったんですけど、まあ、でもやっぱこうクランクインした時はこう2人の、まあ、僕が大きかった時、南君が大きかった時のところから始まったので、やっぱこう2人の関係性とか、こう会話のテンポ感だったりとかはある程度そこで結構イメージできたからこそ、まあすごいやりやすくはなったんですけど、そのなんかやりやすさを知ってしまったからこそ、逆に一人でやってるとすごい寂しいなっていう気持ちが、うん、やっぱこう倍感じてしまうというか、うん、だからこうさっきも1話僕も見させていただいたんですけど、僕は2回見てて、1回目はこうシンプルに物語を楽しむっていう意味で見て、2回目はひたすらこれ目線合ってるかなとか、これ大丈夫かなとか、もうめっちゃ見てて、大丈夫でした。やばい一生合わせでしたね。そうですね、一生合わせ、うん、一生合わせの時に初めましてでした。どっちからこういうのどっちからというか、なんか同時です。同時そう、なんかでもなんかちゃんと話せたのはやっぱこうクランクインの時とか、あとは本読みの時とか、本来本読みの時もそんなちゃんと喋れなかったから、本当に喋ってなかったですよね、あんまり。うん、やっぱこうなんだろう、2人だけで一緒に喋るっていうのはあまりなかったんで、まあ、誰かを交えてっていうことが多かったから、やっぱクランクインの時がやっぱちゃんと喋ったって言ったらそうなのかな、そっから始まりましたね、僕らのストーリーがみたいな感じですごいやっぱ話しやすいし、年齢で言うと僕が今27歳で何個離れてるんだ、6個ぐらい離れて20歳るんですけど、まあでも精神年齢的にはまあ、僕の方がやっぱさすがにちょっと上ですけど割と近いのかなと飯沼さんがやっぱ上に来てるから、うん、いい意味でこれは本当ですか。そう、やっぱ大人っぽい、大人っぽい、うん、バランスが取れてる、バランスが取れてて、すごく最初はクールな方なのかなって思って、なんかどこまで、私は結構喋りたいタイプなんですけど、なんかどこまでおしゃべりできるかなというか、喋って入っていっていいんだろうと思ったんですけど、なんかもう何でもこう何でも来いみたいな、
すごく何でも受け止めてくださるので、私もめちゃくちゃ話しやすいですし、うん、なんかなんだろう、 めちゃくちゃいい意味で常にこうリラックスしてるというか、すごく肩に力が入ってないのが、あ入ってないから、そのおかげで私もすごくリラックスできるので、なんか初日からそうあんまりなんだろう距離を縮めようと頑張ろうみたいなのは全然なかったです。うん、僕もなかったですね。おお。でも今距離を縮めようって言ってたんですけど、うん、縮みって言ったよね今。縮みって縮み。そこあんま言わなくていいんじゃない。縮み食べたいね。俺も今縮み食べたいです。そうね、わかる。縮み食べたい。明太子もちがいい。こんな感じです。置いといて。もうしっくりきてますよね。だいぶ、うん、いい感じなんじゃないかな。なんか本当にさっきも言った通り、こう縮めようと思って縮めてるのが一個もないから、うん、本当もうクランクインからずっとそのまんま、うん、うん、ですね。もうよりよくよりよくって感じです。うんうんうん、やっぱ疲れてるだろうなって時はやっぱ分かるんですよ。そのやっぱ撮影のスケジュールとか見てて、うん、でそういった時はなんかお互いにこうなんだろう励まし合ってますね。うん、それこそ僕がそのジュース結構好きなんですけど、そのグリーンバックで撮ってる時とか、その差し入れでジュース買ってきてくれるとか、嬉しいですよね。あります。いいですか。どうぞ。1話か。1話。第1話の、あの南くんの大事な試合のバスケの試合のシーンですね。うん。の時に、まあ試合中もね、こうやってやったりとか、あと終わった勝って終わった後、客席にいるチームにこうピースしたりとか。なんかなんだろう、すごく南くんって千代美のことをなんかこういつでも多分どこにいても見つけてくれるというか、すごくまっすぐ見てくれるなっていうのを、なんかあのそうバスケの試合の撮影してる日にすごく思って、だからそれそういうところがやっぱ千代美としてもずっと多分心の支えになっているんだなって撮影しながら思ったんで、うん、こうきっと多分千代美がどこにいてもいつでも南くんって多分きっと見てくれるんだろうなって思うとすごいキュンとしました。うん、いいです。あとこのピースの仕方がなんかいろいろあるじゃないですか、ピースの仕方。いいですね。うん、でもなんか可愛かったから、それもキュンポイントですね。南くん、これもう1話なんですけど、南くんが小さくなってから、その千代美ちゃんと約束してたこう場所があって、まあそこにはたどり着くのにやっぱすっごい時間かかっちゃうんで、うん、ちっちゃい分ですごい待たせちゃって、でまあこう携帯ももちろん連絡も返せるわけもなく、うん、一回こう千代美ちゃんはその帰るねってことをこうメッセージ入れて帰っちゃったんですけど、まあその後にやっぱ家で南くんは絶対にそんなことしないっていうか、なんか私をほっとくわけないっていうことをやっぱこう自分で自覚してる。南くんは絶対私をこうほっとかないっていうことをなんか自覚してるのってなんかすごい可愛いなと思って、うん、なんか結構南くんと接してる時は恥ずかしくて、うん、なんかやめてよ人前でって感じなのに、でも南くんは私のことしか見てないっていう風にちゃんと自分で思ってるのがすごいなんかちょっと強い女の子な感じがそこで垣間見えて、僕はすごい可愛いなと思いましたね。うーん、いいですね。はい、いいです。口に当てて皆さん見えないでしょうけど、ニヤニヤしてる。想像したらなんだろうちゃんと練習しましたし、やっぱそのあの監督ともその話し合いながら、まあ、どういう風にこう盛り上がるというか、ちゃんとこうバスケットプレイヤーとしてこうそこに存在できてるかっていうのをやっぱ一番に意識しながら、まあ、僕だけじゃなくて皆さん意識しながら撮影してたんで、まあ、いい仕上がりになってたらいいなって思いますし、なんかバスケットボールをやってる人から見て何の違和感もなかったら
なんかすごいいいシーンだったんだなってやっぱ思えるんで、だからこそこうその初回放送からの周りのこう見てくれた人たちの反応が楽しみですね。うん、ちなみにバスケはあれですか、なんか体育の時間ぐらいですか、経験って。そうですね、体育の時間と昼休み、たまにやってるぐらいですね。じゃあ割と得意な方ですか。得意ではないです。いや難しいんですよ、本当に。サッカーですもんね、やられてたの。そう、ずっとサッカーやってて、それこそドリブルなんかもう一発で分かるって言われたから、その経験者の人に、何が違うんだっていうのは、ペチペチ叩いちゃうんですよね。うん、なんかペンペンペンみたいな、だいたい吸い付いてるじゃないですか。そういうとこは割とこう撮影前に入念に意識して練習しましたね。はい、いやグッドだと思いますよ。よかったわかんない、それこそ経験者だからね。そうですね、でやっぱ練習の時からなんかやっぱりめちゃくちゃやっぱ運動神経いいんだろうなって。バスケすごく難しい、やってる私でも難しいんですけどね、私もうスターじゃないですか、バスケの。いやそうですね、だからよりまたハードルが高いくて、あの第その、ね、1話でもあのすごい難しい、経験者でもなかなか難しいダンクとか、なんかいろんな小技をいっぱいありましたけど、でもすごいかっこいい仕上がりだと思いますよ。いやよかった。いやだそれ言ってもらえて本当にまず一安心なんですよね。うん、なんかダンクのシーンとかもね、すごく何回もね頑張ってたじゃないですか。うん、難しいですよね、そのダンクだけじゃなくて顔とかもね、やっぱかっこよくしなきゃとかで、だからなんか一応その撮影裏も含めてめっちゃかっこいいなって思いました。撮影裏でちょっと面白いやつがあって、そのダンク片手でしてたところを何回も撮ったんだけど、はい、そこで三國監督がなんかいい感じのあのクールなやつを撮れたから、なんかもっと危機迫るというか気迫あふれるのが欲しいみたいな、でこうってなってるから、なんかめっちゃ怒ってるように見えて、監督がこれ違うねってなってNG になりました。違ったんですね。なんか危機迫る感じはなかったっぽいです。爽やかに、そう、鼻の穴広がっちゃってね、みたいな感じだったから。こっちは違うな。それはそれでちょっと見てを見たかったですけど。そうそう、見てみたかった。明るい方が多いですよね。うん、すごく、やっぱ千代美の家族は、まあ、ドラマの中でもこうすごく賑やかな家族なんですけど、カメラ回ってない時もいろんなお話で盛り上がりますね。お、なんだろう、こうお父さん役の武田さんがやっぱすごく面白い方で、武田さんを筆頭にめちゃくちゃ盛り上がってます。そうですね、まあでもまあでも1話のその、まあ、焼き鳥屋のシンシンのところで、あの一緒に食事をして、で、まあ、その千代美お疲れ様っていうのをやった時はもう一緒に撮らせていただいたんですけど、まあ、そこのシーンはでもやっぱ僕自身こう人数感が多いのもそうですけど、なんかこのキャラクターの関係性だったりとか、そういったところのあったかみとか、そういうのをすごく感じれたから、なんか僕はやっぱあのシーン撮っててすごい楽しかったし、だからやっぱあれを味わってからの次のグリーンバックってやっぱ余計に孤独を感じてしまうというか。まあでもなんかああいうのがあったからこそ、まあ、それをなんかこう懐かしむっていうか、あの空間楽しかったなって思うのって、やっぱきっと小さくなってからってその人たちと入れないっていうのと結構似てる部分であると思うんで、なんか余計に一人になった時入り込みやすくなるんじゃないかなって、なんかいい意味で捉えてますね。ん？なんだなんだ今の笑いは。来ましたね。来ましたね。武田兄さんから言われていた。あ、そうですね。なんか、思うのはやっぱ普通の僕たちが食べてるな食事、お腹鳴っちゃった。失礼しました。その食事をこう、まあ、出てくるじゃないですか。それってまあ
一人前の量なんですけど、やっぱ15センチになったらそれがすごくデカ盛り料理になるわけで、なんかいっぱい食べれるわけじゃないですか。それはなんかすごい得した気分になりますよね。確かに違う。そうですよね。そう、嬉しいですね、個人的に。ありますね。私はやっぱり演じていても思うんですけど、このポケットの中楽しそうだなって思います。なんか楽しくないですか、ポケットね。なんかカバンの中のシーンは撮ったけど、めっちゃ酔うらしい。あー、でも確かに酔いそう。今撮影してても結構テンション上がるとこうやりたくなっちゃう。あ、ね、そうするとちょっとみなみくん酔っちゃうからもうちょっと抑えめでって言われることがすごく多くて、でも確かリアルで考えると、ちょっと酔いそうだなと思います、でも千代美ちゃんが普通に歩いてるじゃん、で俺もなんかポッケ入ってるけどなんか体が動いてないと不自然に見えるんですよ、だからいろいろ試行錯誤してたどり着いたのがあって、普通になんかここだけ映ってるとしたらこういう感じは、なんか逆にずっとですか。そう、なんかね、こういうなんだろう、こういう動きとか、縦の動きよりもなんかこう、あ、俺撮ってる時ずっとこうやってちょみなあみたいな感じでずっと喋ってる。へえ、そうなんだ。めっちゃシュールですよ。マジで。半端ないですから。確かに。私はここが動かないように、どうしようみたいな、なんか歩き方がこう多分跳ねるんですよね、私。私もなんかこういい歩き方見つけました、最近。おお。そういうね、なんかいろいろ試行錯誤ですよね。いや本当にそうです。南くんが恋人見てねー。